今三つぐは JRA 立党トレーニングセンターに所属している元騎手の長教師。1976年4月より立党橋本正春旧社所属の騎手候補生となる。1977年2月より立党服部正都市級所属となる。1978年3月に騎手デビューを果たす。同期には 安藤健一元調教助手や加藤信夫元、調教助手、田原正基元調教師らがいる。1979年11月より立、立党、章の穂積旧社所属となる。1987年6月より、立党、大沢誠旧社所属となる。1988年2月にフリーとなる。1989年2月に騎手を引退する。 機種成績は JRA 通算1121線92章。3月より立党福島信春旧社所属の調教助手となる。1999年2月に調教師免許を取得する。調教師免許取得の同期には美内勝美来がいる。2000年3月1日付で旧社を開業。3月5日初出走となった阪神競馬場での 第12レースは、後の重賞馬、アルアランが9番人気で3着となる。4月15日に、阪神競馬場での第7レースで1番人気だったアルアランが勝利しのべ11投目で、初勝利を挙げる。2002年、オグリキャップ記念を、アルアランが制史重賞初勝利を挙げる。2004年、2月21日付で、小林慎一郎騎手が所属となる。2006年、 12月9日に JRA 通算100勝を達成する。2007年、全日本2歳優秀を飯出謙信が静止 GIQ 競争初勝利を挙げる。2008年、NHK マイルカップをび、東京優秀をディープスカイで制覇し、1年で2度の中央、GIQ 競争勝利を飾る。2009年、高松の宮記念でローレル・ゲレーロが勝利し、3年、連続で、 GIQ 競争優勝を飾る。2011年天皇賞を昼のダムールで制覇する。日高の馬にこだわる。八代大グループが強くなりすぎてしまったら、競馬自体が面白くないとも語っている。カッコ内は当該馬の優勝重賞競争。太地は GIQ 競争。ありがとうございます。